キラ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 じゃん。皆さんこんにちは、くふるです。今日はクリームソーダのデコレーションしたノートを作ってみたいと思います。わー、簡単かわいくすぐできるノートデコ、ぜひぜひやってみてください。作り方はとても簡単です。では早速作っていきましょう。早くふる。準備するものはこちら。まずはノートです。今回はエメラルドグリーンのノートを使います。緑カンパニーさんのノートになります。こんな感じで、ね、中も緑なんですよ。めちゃくちゃ可愛いノートを使っていきます。この表紙をデコレーションしたいと思います。イラストを描く用の紙またはイラスト、今回は手書きで描いていこうと思うので、 A5 の紙を1枚とペン、何でもいいです。これは A4 サイズですが、 A5 サイズのラミネートフィルムダイソーで売ってます。手貼りで簡単ラミネート、 A4 サイズを半分にカットして半分使います。 A5 サイズで使っていきます。そしてじゃーん、セリアで買ってきたこちらのダイヤモンドドロップシールと呼ばれるものの、緑が2つ、黄色1つ、オレンジ1個とラインストーンシールってやつですね。なんかキラキラしてて可愛かったので、それとこれよりちょっとちっちゃめのラインストーンシールスティッカーと、こうパールっぽい感じのラインストーンシールの大小2種類使っていきます。ちょっと初めてやるんでどんな感じになるかわかんないですけど、だいたいこんな感じのものを使っていきたいと思います。あとは粘着質のものを切ってもいいハサミです。早く振る。手順としてはラミネートシールの上にこのキラキラたちを貼って、それをここに貼るっていう手順なので、この紙は大体のガイドになればいいかなと思います。なのであんまり気にしないで書きます。こんな感じですかね。クリームソーダになります。この辺はこうアイスが溶けてる感じとか氷がある感じとか、お、あと炭酸っぽいシュワ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 みたいな感じを表現できたらいいのかなと思いますので、こんな感じで適当に描きます。そしたらこのラミネートフィルムなんですが、こうねフィルムがあって裏が粘着になってる方があるんですけど、粘着になってるこの分厚い方にシールを貼っていくので、このフィルムの方を下に向けて重ねます。動かないようにマステで留めたいと思います。めっちゃ反射してますね。これにラインストーンたちをどん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 つけていきます。このキラキラを一番外にしたいので、キラキラを一番外に貼っていきます。もうこっからは自由に自由に貼りたいと思います。こういうの好きなんですよね。早く振る。めちゃくちゃ反射してますが、ちゃんと見えることを祈ってやりたいと思います。はい、これを端っこからドーン、ドーン、ドーン。左右一応対称にしますが、あまり気にしないでやります。炭酸のシュワシュワのこと忘れてました。はい、クリームソーダのソーダの部分はできました。キラキラ。はい、じゃあ続いてオレンジでさくらんぼを表現します。本当は赤が良かったんですけど、赤いのがなくて、ちょうどいいサイズ。このアイスのところは黄色の、薄い黄色で表現します。はい、こんな感じですかね。ちょっとこれで外してみたいと思います。バーン。お、
いい感じじゃないですか。そしたらこの周りを切ります。ギランギランのシールができました。そしたらこれを貼っていきます。剥離紙を剥がすときはマスキングテープとかでこう一旦キュッと押してから剥がすと剥がれますので、ぜひやってみてください。よいしょ、じゃーん、キュッ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 。はい、これで簡単かわいくすぐできるフクリームソーダのノートの完成です。わーぱギラン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 なノートができました。早く振る。結局使ったのはこのラインストーンのコップの縁の部分のシールとクリームソーダの部分とクランボの部分とアイスの部分です。意外ともう一個ぐらいできるかもしれない。はい、ということで今日は簡単にできるノートデコやってみました。いかがでしたでしょうか。この動画が良かったと思ったらグッドボタン、チャンネル登録、コメント、リクエストお待ちしております。今日も最後までご視聴ありがとうございました。アイクフルでした。バイバーイ。